NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、2020年までの5年間に調理家電による事故は490件起きています。特に多いのは火災で、2020年は前の年に比べ 14% 増加しました。コロナ禍で自宅で調理する機会が増えたためとみられます。特に電子レンジの誤った使い方による事故が多く、レンジの中に汚れがついたままの状態で使用したり、肉まんを必要以上に加熱したりして発火した例もあります。 NITE では加熱する食品の特性に合わせて正しく使用してほしいとしています。